はい、今回のテーマとしてはこちらです。リストバンドをつけることによるメリットについて詳しく解説をしていきたいと思います。まあ、昔のペン表選手であったり、まあ、今はもう女性選手がつけていることが多いと思います。このリストバンドですね、まあ、左手側、利き手と反対側につけるんやったら分かるんですけど、やっぱ利き手側にリストバンドをこういったふうにつけるであったり、最近の場合テーピングとかですよね、そういったものをつけてプレーされる方が特にこう前陣でプレーされる選手に多いと私は思っていて、本当に私個人の考えになってくるんですけど、今回はこのリストバンドをつけることによるメリット、どういった効果が得られるのかについてお話をしていきたいと思います。まずメリットの一つ目としては、汗と手首の保護ですね。これはもう当たり前なんで一つ目にしてるんですけど、やっぱりこう汗かいた時に服であったり、手首の保護がやっぱり大きいかなと思います。特にペンホルダー選手だと、ラケットが特に両面張るってなると重くなってくることが多いです。でその時にやっぱり手首に負担をかけないために、リストバンドをつけて手首の保護をする、それがまず一つ目かなと思います。当たり前の使い方なんで、これはもうさらっと一つ目のメリットとして進めていきたいと思います。二つ目のメリットとしては、ラケット面がブレにくく、ボールに押されにくくなるということです。ある程度やっぱりリストバンドをつけることによって手首が固定されるんですよね。固定されるっていうことは、無駄な動きがなくなる、ということはこう前陣で張り付いて相手に強いボールを打たれた時に押されにくくなるんですね。女性選手が結構つけてるとかテーピングでこう押さえてる理由はそこかなと私は思っていて、やっぱりこう裏の強烈なドライブが飛んできた時にちょっとでもやっぱり面がぶれてしまうと、押されてしまうことが多くなるんで、しっかり相手のボールに押し負けない、そのためにリストバンドを使ってもらうのはすごいいいかなと思います。やっぱり表選手でつけてる方ってすごい多いんでね。ペンホルダー選手だとラケットヘッドが下がりにくくなるんですよ。下がりにくくなるっていうことは、こう下から持ち上げるような打ち方がなくなってくるんで、上からパンパンパンって叩きやすくなるんですね。そういった強いボールに押し負けないっていったところがこの2つ目のメリットになってきて、すごい大事な部分だと思います。3つ目のメリットとしては、スイングがコンパクトになりやすいということです。これもやっぱりこう無駄な動きがなくなるということですよね。特にスマッシュ、表選手が前陣で強いボールを打っていくってなった時に、あまりにも大振りすぎるとやっぱり次の戻りであったり当たる瞬間がバラバラになってしまうことが多いんで、やっぱり振りはコンパクトな方がいいんですよ。でこのリストバンドをつけることによって、やっぱり無駄な動きがどんどん減ってくるんで、スイングもコンパクトになってくれると思います。そうすることで、前陣で速いリズムのいい連打ができたりであったり、打球ポイントがずれにくくなるんで、ボンミスも減ってくるかなと思います。こういった、表選手の特徴をしっかり活かせる要素ですよね。大振りになってしまうであったり、ラケットを振りすぎてしまうと思う方は、こういったリストバンドをつけて一度ある程度固定してみるのも悪くないかなと思います。こちらが3つ目のメリットになってきます。4つ目のメリットとしては、切り替えがやりやすくなるということです。言ってしまえばラケットの重さをちょっと感じにくくなるということですね。重たいラケットを持った時にやっぱりこう手首にこう負担がかかることが多くなる、プラスやっぱりラケットが動いてしまうんですよね。この動いてしまうっていうのが切り替えの中ですごい難易度を上げてしまうポイントになってきて、切り替えというのは手先というよりかはやっぱり前腕でまず変えてもらうことがすごい大事になってきて、その前腕を切り替えてあげる時にラケットが重すぎるとやっぱりこうブレが生じてしまうんですね。でこのブレが出てしまうとボールを打球する時の当たり損ないであったり、やっぱ振り遅れにつながる元になってしまうので、この切り替えのやりやすさもリストバンドをつけることによるすごいメリットかなと思います。特に重いラケットを使っている選手ですね。重いラケットを使っている選手がこういったリストバンドをつけることによって、無駄なブレが減って、速いボールに対してもパッパッパッって素早く切り替えをすることが可能になってくるかなと思います。そしてもう一つのメリットになってくるんですけど、これはもう私個人の感覚です。サーブが出しやすくなるということです。特にロングサーブですね。このサーブが出しやすいというのはコントロールがしやすいということです。ロングサーブを出すときにやっぱり面がグラグラグラって動いちゃうと、特にこう上回転の伸びるようなサーブを出すときにやっぱ当たり損ないであったり出し損ないが出てしまうことがあるんですよ。ただやっぱリストバンドをつけてるとそのコントロールがすごいやりやすいんですよ。狙ったところに狙ったサーブを出せる、回転量っていう点ではそんなに大きな違いはないんですけど、このコントロール性っていうのが、サーブにおいてはすごい大事だと思っておりますので、そういうことサーブのコントロールにちょっと難があって狙ったところに出せないと思っている方は、こういったリストバンドをつけてもらうことによって狙ったところにサーブを出す感覚を養うことができると思っておりますので、すごいおすすめかなと思います。
特に表選手はやっぱり角度で速いサーブを出すことが多いと思っておりますので、まあ、ナックルロングサーブであったり高層ついたフォアロングサイドを切るようなサーブを出すときにコントロール性をさらに高めたいなと思っている方は、まあ、こういったリストバンドすごいおすすめかなと思います。そして裏面サーブを出すときの負担もちょっと減るかなと思います。やっぱり裏面サーブを出すときに手首が痛いって言っている方は多いと思うんで、まあ、それはまあ前腕の切り返しでなんとかなるものではあるんですけど、やっぱそれでもしんどい方は結構いらっしゃると思うんで、まあ、その時にちょっとリストバンドをつけることで、まあ、手首の保護にもつながってきますし、まあ、いいかなと思います。やっぱり手首に負担がかかりにくいっていうのも魅力の一つだと思っていて、やっぱりサーブをしっかり切ろうと思った時にやっぱり手首を使いすぎて痛めてしまう方も結構いらっしゃるんで、まあ、それを防いでくれる役割にもなるんで、サーブを切りすぎるとやっぱ手首に負担もかかってコントロールもつきにくくなるんで、このコントロール性と回転量を両立する中でもリストバンドというのはすごい大事になってきますし、特に裏面サーブとかだと、まあ、ラケット角度をしっかり作る上で負担がかかりやすいものになってくるので、まあ、リストバンドはすごい最適かなと思っております。次はリストバンドをつけることによる注意点について解説をしていきたいと思います。まあ、確かに表選手はつけることでいいことがいっぱいあると私は思っているんですけど、やっぱり注意点としてはやっぱり打球の感覚が変わってしまうということですね。リストバンドがあるないですごい打球感覚が変わってしまったら、それこそもうリストバンドがないと卓球にならないぐらいの気持ちになってしまうんですね。そこに神経質になりすぎるとやっぱり技術のことを考えられなくなってきますし、もっとこだわり出すとやっぱリストバンドの素材一個一個でも打球の感覚って変わってくると思うんですよ。まあ、今私が持ってるのは日卓さんのリストバンドなんですけど、やっぱ違うメーカーのリストバンドになってくるとやっぱこう生地の分厚さであったりこの締め付け具合も変わってくると思うんで、その一個一個にやっぱり神経質になりすぎるとやっぱりプレーが成り立たなくなってくると思うんで、こういったリストバンドをつけるんであったらメーカーをある程度揃えてあげて同じリストバンドをつけるといったこともやっぱり意識してもらった方がいいと思います。それを一個一個変えてしまうとやっぱり打球感覚も変わってきますし、プレーにやっぱ影響が出てしまうと思います。そうなってしまうぐらいやったらもうつけない方がいいですし、まあ、そこに神経質になるぐらいやったらもっと自分の技術を考えてもらった方がいいと私は思っておりますので、この使うなら同じリストバンドを使い続けるということが注意点になってきます。まとめとしてはこのリストバンドをつけるということはトップ選手であったり上位のペン表選手がやっぱ多く使っているだけあって、悪いことではないと思うんですよ。やっぱメリットもいっぱい存在しますし、ただあくまでサブですよね。やっぱ大事なのは自分の技術力を磨くことなんで、そのついでぐらいでリストバンドつけてみようかなぐらいで考えてもらうといいかなと思います。リストバンドをつけな技術があかんっていう風になってしまったらリストバンド頼みの技術になってしまうんで、それこそリストバンドがない時にボールが全く入らへんだったり考え方がどんどん神経質になってしまうと思うんで、あくまで自分の技術を補助してくれるための道具として考えてもらうといいかなと思います。私自身もあまりリストバンドはつけないんですけど、やっぱりそういったところもありますね。やっぱりいろいろ考えすぎてしまうと悪い方向に逆に進んでしまうと思っておりますので、よっぽど卓球に行き詰まった時に一度リストバンドをつけるかなぐらいと思っております。ただリストバンドをつけることによってやっぱりやりにくかった技術がすごいやりやすくなったりであったり、技術の新しい感覚を手に入れることもできるようになりますので、全然多くの方にこのリストバンドまたはテーピングを取り入れていただくといいかなと思っております。もしこの動画が参考になった方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。